こんにちは、それ、ほんと、芸能ニュースチャンネルです。今回は、7糸口、29、とすげたしょあきら、25、が、際、糸口の自宅マンションにお泊まりする様子が撮影された。すげたは13時間滞在していたという、以下引用、都内繁華街の雑居ビルのワンフロアに入る焼き鳥店。と言っても、煙もくもくの赤ちょうちん的な店ではない。こぎんまりとしたカウンターに、テーブル席と小上がりの半個室がそれぞれ2つずつほど、蝶がつくほどの高級焼き鳥で、一味様、お断りの完全紹介制。人目を忍ぶ芸能人たちが通うことで知られる。2月中旬の夜、その店を一組の男女が訪れた。狭い店内で長い足を窮屈そうに折りたたんでいたのは際、糸口。その隣には、菅田翔明が座っていた。夜10時過ぎ、2人は揃って店から出てきた。黒いキャップを目深にかぶり、黒いロングコート姿の際、糸口は、ビルから出る直前にマフラーを持ち上げて顔を隠す。一方の菅田は黒いハンチングにサングラス、パイロットジャンパーといういでたち。二人が乗り込んだタクシーは、際、糸口の自宅マンションの地下駐車場へと消えていった。昨年は、映画、銀魂、NHK 大河ドラマ、女同士、極トラ、au の、サンタロー CM、で共演している際、糸口と菅田。昨年秋頃から二人で一緒に過ごすことが増えたという。際、糸口の部屋を訪れた菅田がマンションから出てきたのは、翌日の正午12時前。実に13時間にもわたってお泊まりデートを楽しんだことになる。引用、女性セブン、より、これにネットでは、え、本田翼は鬼ちゃんとおつちゃんのカップルか。意外、若いうちにいろんな人と付き合えていいと思う。全然お似合いじゃないよね。笑い、本田翼の方が可愛い。菅田くんの方が背が低そう。13時間お泊まりなら関係はありそうだね。ラグリュー、なんか違う、姉と弟って感じ、などの意見が、あまりお似合いではないというか、二人のタイプが違う感じなので、お互い遊びっぽい気もしますが、本田翼の方がお似合いだったかなと。菅田もモテるでしょうし、いろんな女性が寄ってくると思うので、これからもまたいろいろ撮られそうです。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。